皆様こんにちは孟瀬姫と申します本日もどうぞよろしくお願いいたしますはい今少し声が枯れておりますでもできるだけわかりやすく大きな声でお伝えしたいと思います今政治で浄化をしておりますはい初めて見ていただく方初めましてどうぞよろしくお願いいたします そして、いつも見ていただいている皆様、ありがとうございます。感謝しております。そして、外国の方も見ていただいておりますので、英語でもご挨拶させてください。Hi guys, I'm Princess Mose here.Has going on?Channel restoration, please subscribe to my channel.And if you like it, please thumbs up. はい、早いもので、1月の半ばですね。 先週から彗星逆行も始まったんですけれども皆様スマホとかパソコンの状態大丈夫でしょうか電車の遅延とか大丈夫でしょうかそういうねあの問題も起こりやすい時ではあるんですけれども、まあ、いつも私をお伝えしていますように復縁に大大大チャンスの時なので、ね、どうぞどうぞこの期間を生かしていただければと思います。 それでは、はい、3択をこちらのカードからお選びください。あの今日ですねあのいつものようにルノルマンカードをあの使っていくんですけれども今日はあのは先に説明をさせてください。あのダブルルノルマンといってルノルマンカードをいわゆる、えー、と2つセットにして出しています。これをいつも通り えっと、並べていくんですけれども、象徴的なカードがより出るということになるかなと。2枚ずつすべてのカードがあるので、例えば、例えば、あなたにライバルがいるのであれば、今回はあなたのカードが女性のカード。男性でも女性でも女性のカードなんですけれども、例えば、あと1枚。同じ女性のカードが出たら、 ね、それがライバルの存在っていう風な形で見ていただいてもいいしとにかくねなのでいつもよりもよりこう何て言うんでしょう象徴したい事柄がカードが出してくれるんじゃないかなっていう風に思っていますさてはい選んでいただきたい。 はい、じゃあこちらのね、中から、じゃあカードを3枚。はい、選んでいきましょう。まず1番の方。はい、2番の方。3番の方です。あの、こちらのカードは、 今週のあなたのラッキーカラーとして受け取っていただいても大丈夫ですはいじゃあまずは選んでいただきたいの1番こちら左のカードが1番真ん中のカードが2番そして一番右のカードが3番となっております これね、あの、カードを今から開いていくんですけれども、こう、裏の状態でピンときたものがあれば。はい、よろしいでしょうか。じゃあ開いていきますね。はい、1番の方。はい、こちら。まずね、ピンクのカード。愛の循環という、はい、メッセージが出てきました。2番の方。 はい心の調和グリーンのカードですはいそして3番の方、はい、ハートの奥にある願望を現実へはいこちらのカードが出ましたじゃあ今から1番の方から見ていきたいと思います本日もどうぞ よろしくお願いいたします。はい、じゃあ一番の方から見ていきたいと思います。こちらのカードから。三十六枚のカードを。順に。 出していきますさああなたにとってねえおっとはいどんな1週間になるのか先週はねすごく神回ということでもうすっごい良かったですで実際にねあのコメントを見るとやっぱミラクルがね起きた方とかもねいたみたいで本当に良かったです そうですねあ、ごめんなさいはいじゃあ開いていきましょうまずファーストカードはーい花束 <laughs> 嬉しいカードですじゃあちょっとね、出していきますねクロス お待たせしました一部ねカードがどうしてもちょっと光っちゃうんですけれどもこのねここがねタワーで男性のカードそしてカンオケとハートが出ていますはいお待たせしましたはいお待たせしました 少しあの光って見にくかったので今あの光の調整をさせていただきましたはいまず今回ね出たのがここにあなたのカードそしてここにあの人のカードが出ています、うん、でそしてですね今回象徴的なのがまず「ヘビ」というカードがここの 隅のところと、あと上のところ。まずね、蛇がね、2枚出てるんですよ。うん、蛇が2枚出ていて、なおかつ、本というカードも2枚出てます。本も2枚。あとね、こちらの、えっと、クロスですね。あ、ごめんなさい。こっちが、 クロスでこちらががカウオケのカンのードが出ています。うーんそうね。まず感じたのが、ま、複雑な恋愛の方なのかなって思ったんですよね。っていうのももしかしたらあなた自身にもお子さんがいるかもしれません。もしかするとねこれが複雑な関係の まあ、例えば奥さんの子供っていうことも考えられるんですけれども何かあなたとかなりこう距離が近いんですよね距離が近いそして最近なんか恋愛において少しこう悲しいニュースとかなかなかあの人と連,連絡がね取りにくいとか会いにくいっていう方がねいらっしゃったのかなって感じがしました。 どうしてかっていうとこう、あの人自身が、なんかね、すごくこう、切羽詰まってるんですよね。うーん、切羽詰まってて、なんかこう、苦渋の決断をして、今、あの人自身がすごく苦しんでるのかな、みたいな。でも、あの人の下にはハートが出ているから、やっぱりこう、あなたへの思いが、なんかこう、 動けないとか連絡が取れないっていう状態かもしれないんだけれどもあなたへの愛がしっかりあるっていう感じがねまず見受けられました、うん、そしてこう今週のなんか結論から先にねお伝えしたいなと思ったのが太陽本棺護けハートっていうね カードが出てるんですよ、まあ、これはねもう復活愛だなぁと思ってなんかねダメだと思ってた特に複雑な恋愛の方は愛がよみがえるのかなっていう感じがするんですねでんあなたを見てもあの人を見てもこれはねどちらから連絡を するのかなまだ具体的な動きはないのかなでもなんかお互いの気持ちはね、しっかりあるっていうのは感じることができたんですよね。うん。このね、月水曜日、木曜日。うん。水、木、金あたりの流れをね、今から、あもっとね、詳しく。 見ていこうと思うんですけれども、その時に連絡が来るのか、あなたから動くのかっていうことが分かってくるかなっていう感じがしています。そして、うーんとね、そう、今回はね、ダブルで出してるので、全部が全部ね、カードが出てないかもしれないんですけれども、えっ、ー、と、今、 あ,あとね、すいません。子供のカードも2枚出てますね。子供のカードも2枚出ていて。うん。えっ、ー、とね、今、あなた自身が、えっ、ー、と、仕事の人間関係とか、社内恋愛をしてるのかなっていう感じがしました。うん、社内恋愛をして、ライバルとか、 まあこれがね、奥さんとは言えないんですけれども、ライバルの存在がもう同じ場所にいるのかなっていう感じで、社内恋愛プラスライバルっていうふうな感じが見えるような感じなので、もしかしたら、もしかしたらそれが同じ学校とかね、あの、バイト先とか、そういう形で、えっ、ー、と、考えていただいても大丈夫です。ただね、あの人がね、追い詰められてることがすごい心配。 うん、それがねすごく気になってあとこうあなた自身も今ねちょっとこれ精神的にも健康的にもなんかすごく疲れてるなんかあの人もこのあのえっ、ー、とあなたもこの複雑な関係のライバルの存在の人が案外近いのかなっていう感じでこうあなた自身もこうかなりのストレスを なんかこう,うん感じてらっしゃるような気がしましたうんなんかねこれから少し忙しい感じにまだなっていくのかななっていくんだけれどもでもなんかすっきりするとも出てるんですよねうーんこれがうーんねあの人とあなたの関係がここがねかまっていうカードが出てるんだけど 釜の次が家なんですよねだからもしかすると2人がやっぱり私は今さっき復活って言ったんですけどこの「釜」っていうのもいろんな意味がありますなんか頑張ってきたことが結果になるっていうことで2人の関係がまだね秘密の関係そういう状況なんだけれどもなんかねこう家に行くとか家に来るとかお互いの関係がこう 幸せな状況にこうなっていくんじゃないかな。うん、そういう感じがします。でも、このライバルがね、なんか少し手強いんですよね。うん、こう、人に取り入るのが上手だったりとか、なんか情報を操作する。<laughs> なんかね、別にスパイみたいなことを言ってるわけじゃないんだけれども。 なんて言うんでしょう、上手にこう噂を流す人だったりとか、もしくは SNS とかを通じてなんかねこう話題を作るというか、そういうこともなんかねやってる可能性あるのかなっていう風に思ったりはしました。うん、思ったりはした。うんうんうん。でもねもう一回言うんですけれどもここのね。 復活祭の可能性を私はすごく感じる1週間になりそうですじゃあ今から、うんえーとね、カード今からですねこちらのカード「月月火、水木」木「木金土日」ということであのタロットも含めて流れを見ていきたいと思います。 めちゃくちゃ嬉しいことがあるカップの9と花束あなたの恋愛において願いが叶う日あ、すごい月曜日ですそして火曜日がはいカップの3のリバースとクロスうん、もしかしたら例えばね火曜日なんかね飲み会とかなんか女子会とかの予定がもしあったとしてもちょっとこれがね延期になったりとか うんうーそうだなうんなんかねこういう関係が少しこう、うん、落ち着くって言えばいいのかな広がるっていうよりはなんかこう火曜日はやや縮小する感じが感じられましたそして水曜日がはいこれが忍者うん インジ者とクローバー何かあなたにメッセージがこれ来そうですねうん来そうですよそれもね嬉しいメッセージでこれは文字だと思うんですよねだから LINE とかメールとか、うん、そういうものでこうあなたのところにこう嬉しい知らせがこそっと届くっていうイメージですはいそして金曜日がすごい 星と女帝。そしてし、ここもそうです。タワーとソードの6。はい、これね、木曜日。なんかこう、あなた自身が、うーん、なんかね、すごく愛されるとか幸せとか、 素敵な夜のデートっていう風に出ていてなんか関係性が落ち着くとかあなた自身が心を決めるみたいですやっぱりこういう風な感じで頑張っていこうみたいな、うん、そういうこうあなたの強い決心 がありそうって出てるので、なんか素敵なデートとか恋愛とか出会いとかそういうものがね、ありそうです。これが木曜日。だから月、木っていいですね。はい、そして金曜日。はい、これが月のリバースとあの人。うーん。 まあこれね、えーと、三角関係っていう意味もあります。そしてあの人自身がもしかしたら金曜日ぐらいから少しずつ気持ちが楽になっていくのかもしれません。うん、少しずつ気持ちが楽になっていきそうな気がするのが金曜日。そして土曜日がはい、コインの2のリバースと山。 こうなんかね、あなた自身が木曜日にこういうふうに頑張る,だ頑張るんだって決めたつもりなんだけれどもこうなかなか進めない事柄にうー少しねイライラしてしまったりとかこう本当に頑張れるのかなっていうあなたの決意が少しこう,うーなんか自分にこう自問自答するというか。 本当に頑張れるのかなっていう不安とかがもしかしたら出てきやすくなってしまうかもしれない。気持ちが少しね、揺れ動いちゃう可能性があるのかもしれません。はい、そして日曜日。鳳凰のリバースとタワーですね。うん。えっ、ー、とね、まあこれも人間関係が少し、うん。 特にね近い人間関係かなが少しこう不調和っていう、あのー、感じがするんですよね。どうしてかっていうとあなたかなんあなたが少し考え方とかがやや 頑固になってしまっていたりとか、少しね、視野が狭くなっている可能性があるんですね。で、それがね、どうしてかっていうと、この金曜日に何かあの人とね、あの人が少しずつ元気になってきているかもしれないんだけど、金曜日に少し何かね、あの人とあるかもしれない出来事が、それで土曜日。 本当に頑張れるかなとかなんか日曜日なおさらこうすごく不安な気持ちがなんかこう高ぶってしまう可能性があるでもそれっていうのはあくまでもあなたが考えている憶測に過ぎない実際に何かがあったとかではなくこう A という出来事があったところからもしかしたらあなたが物語をね作り出している可能性がある。 なので日曜日に関してはこうできるだけまあこういろんな人と会うとか連絡をこう取ってみるとか視野を広げてみることをおすすめいたします。あのとっても、ね、あのいい流れが、ねこのね、月曜日、そして木曜日が大吉で水曜日もいいです。 うん、なのでねこの辺りの流れを是非とも信じていただきたいなっていうそんな感じがしました、うん、あの複雑な関係かもしれないんだけれどもでもしあなたが出会いを求めているのであればすっごく素敵な出会いもありそうだし、うん、なんかこう週初め、うん、そして木曜日 あなたにとって幸せな嬉しいことがあるんじゃないかなそういうふうに感じましたはいこれがね一番のあなたへのメッセージですラッキーカラーはねピンクと出ていますのでよかったらこの色も取り入れてみてくださいはいどうぞ素敵な一週間になりますように応援しております モセ姫でしたはいいじゃあ2番の方見ていきます今回は「ダブルルドルマン」ということでカードがね全部2枚ずつ入っています。なので今週起こるこうちょあの象徴的なことがこうより謙虚に出る。 出ているなーっていう感じです。 トカードがはいクロスです。 お待たせしましたまずはですねあなたのカードがここですあ失礼しましたちょっと鼻水が出てきたので <laughs> はい、まずねあなたのカードがここですそしてあと一人の女性がねここに出ているんですよこれがねライバルなのかあなたのお母様なのかお姉様なのか 女友達なのかっていう感じであなたの味方みたいなんですよね。うんそして、まあ、ヘビというカードがここに2枚出ていましてでえっ、ー、とね子供のカードもこことねここ。うん子供のカードもね出ているんだけど 今回はね、あの人のカードは出てないんですよう。あの人のカードが出てなくて、むしろこう、あなたの同性の人とか、まあ、いわゆるライバルっていう存在、そして子供。うん、実際の子供っていうことも考えられるし、なんかあなたの年下の友達。 年下の後輩っていうことも考えられるしもしかしたら年下の新しい出会いとかそういうことも考えられる状況ですそして今こうねあなたの状況を見てるとなんかね連絡がねあここ缶オケがね2枚出てるんですよ缶オケが2枚出ててあなたのカードが出てる状態なんだけど なんかこのね連絡が今少し途絶えてるうん連絡が取りにくい状況音信不通とかこうもしかしたらそういうことが言えるのかなっていう感じがねしているんですよね。うん、でしていてでなんかここのここ最近このそうですね12週間もうちょっとかな なんかあなた自身がしばらくこう悩んでたようななんかこうどういう道を歩いていったらいいかわからないってこうすごく落ち込んでたように見えるんですねあなた自身がでもうんでもですねでもなんかこうあなたがねすごくこう前向きになりそうなんですたとえ例えばねライバルがいるとか なんかね、そういう状況だったとしてもなんか私は頑張るよ僕は頑張るよっていうふな形ですごく、ね、こう元気になっていきそうな気がします、うん、そしてね仕事で新しいことをこう始めたりとか新しい勉強をし始めたりとかあなた自身のこう恋愛以外の充実っていうのをすごく感じました うん、そしてね、うん、こう今週のあなたは、ね、こう前向きになっていってもうここは、ね、まず良かったなと思うんです良かったなと思うんだけれどもやっぱりこの、ね、蛇が、ね、案外しつこいんですよね。 うーんこう、あなたに対して案外、こう、近くにいたりとか、なんかね、こう、イライラさせられたりとかね、そういう状況があって、もう、なんかね、こう、この人の存在を、こう、あなたは手放したいって思ったり、なんかね、もしかしたら、こう、ちょっとこう、うーん、喧嘩みたいな形にもしかしたら、こう、少し争うっていうことで、うん、 実際にね、口喧嘩をするとかじゃないかもしれないけど、こう、あの、連絡のやり取りで、まあ少しミスが出る可能性とか、まあ、なんかお互いに、なんかね、既読無視とかもしかすると、うなんか返信しないとか、そういうこととかが、なんかね、あったりするのかなっていう、なんかあなたはね、気にしないって言っても、この人がね、なんか、 あなたのことをすごく気にしてるというかね、そういう感じに見えるんですね。そして、えっ、ー、と、家。これはあなたのご実家かななんかご実家もしくは住んでる家で、なんかこう、修繕、お金が例えばかかったりとかですね。うん、これは、まあ、あの、家の、あの、 閉じまりとかも、うん、気をつけてた方がいいなって感じはするんだけれどもあでもなこのね四隅のカードに「まあ、クロス」「タワー」「太陽」「ユリ」っていうカードが出てるのでもし,もしかすると後半あなたの運勢がね良くなってくるのかなっていう感じもします。うん なんんかここにねねねライダーが、ね、2枚あるんですよ、ね、もしかしたらあなたの仲いい友達とかこうそういう人からなんかこう紹介話とかうんあるのかなっていうふうなことも考えられますとかこうなんかみんな、うん、まあみんなって言ってもねあの大,きいあの大人数じゃないかもしれないけど そういうことでのねお誘いとかがあるのかなっていう感じもするでじゃあ今からこの月曜日あの今度はタロットと一緒に見ていくんですけれども月月か水木木金土日っていうことでタロットをねじゃあ出していきたいと思いますねえあの人のカードがね 今回ねこの中には出なかったんですで出なかったけれどももしかしたらねこちらのカードで何か、うん、お伝えできることがあるかもしれませんはいじゃあまずは月曜日がクロスと。 はい、ワンドのナイトのリバースか。月曜日はね、あのあなた自身のパワーがね少し落ちちゃってるような気がします、うん。月曜日なんだけれども、週末の疲れが取れてないのかなとか、うん、なんかこう仕事とかね勉強とかをこうあんまり頑張ろうというエネルギーが湧きにくい時かもしれません。 なのでこの日月曜日は早めに帰って休む方がいいかなっていうふうにまずは感じました。じゃあ火火曜曜日日ですはい火曜日ソーードの4のリバースと手紙もしかしたらこれはねあなたが待ってた連絡あこれこそね水い逆行のね影響かもしれないんだけれども。 なんかこう、今頃返事が来たとかですね。うん、なんかこう、そういうことがね、あるかもしれないです。うん、あとはね、もしかしたらあなたが仕事でもね、プライベートでもなんか出さないといけない返事を思い出すとか、こう、そういうちょっとこう、連絡について、まあ、良くも悪くも、少しうっかりっていうのが、嬉しいハプニングか、 あー忘れてたみたいな形で出るかっていう感じがしますこれが火曜日そして水曜日が道とはいソードの7のリバース、うん、なんかね水曜日はあなたがいろいろこう迷ったりとかする感じがするんですよね、うん、なんかこうどっちが自分にとって、うん、なんかね便利かなとかね もしかしたら自分にとってどっちが楽な道かなっていうふうに考えちゃうかもしれないでもまだこの時っていうのは決断はまだできなくて考えてる状況どうしよっかなっていう案件が生まれる可能性があるのかなって思いましたはいそして木曜日がソードのページのリバースと子ど、うん あなたにとっての年下の人とか、あなたにとっての、例えばあなたのお子さんとかが、もう少しね、悩んでる感じがして、でもそれをね、あなたになかなか言い出せないかもしれません。なので、あなたからこうさりげなく話を振ってあげたりとかしてもいいのかなっていう感じ。そして、ここも同じく木曜日です。 はい、木曜日が「ソードのキングのリバースと、ま」と「釜」なんかこの日ね木曜日っていうのはこれもしかしたらあの人かもしれないしあなたから見たらこれね、まあ、男性の人うんなんかその人と、ね、年下の人とっていうなんかねあの木曜日はいろんな人とのやり取りとか。 があるのかもしれないですね、うん、そしてね「ソードのキング」のリバースと窯だからもしこれがね例えばね「あの人」だったとしたらなんかねこうまだこう返信がこうなかなか来にくかったりとかねこうあの人自身あの人もしこれが「あの人」だとするとかなりね仕事が忙しくて。 なんか今は自分のことしか考えられないんだっていうのが木曜日なのかなっていう気がしましたはいそして金曜日があはいコインの6ですコインの6と手紙、ね、手紙が今回こことここで2枚出てますけれどもうん、このね金曜日に関しては これはね、嬉しい知らせ。なんか、こう、みんなで会おうよとかね。まあ、ちょっとこういうコロナ禍なんですけれども、うー、ん、なんかね、そういう,こう嬉しい知らせとかがあるんじゃないかな。もしあのグループ LINE とかで、例えばそ,そこにあの人が入っていたのであれば、なんかそういうところでのやりとりとか。うん、そういうことが可能かな。 はい。そして土曜日。ソードのエースのリバーストクマこれね、土曜日なんですけれども、あなたのご両親か、あなたの上司か、あなたがちょっとね、頭が上がらない人に少し振り回されてしまう可能性があるのが土曜日かもしれません。そして日曜日、太陽が出ててね、 はい、コインの「Q」のリバースあーなんか日曜日あやっぱり太陽だからすごくねいいんですけれどもあなたにとってこう叶えたいこととか願いとかがもうねゴールがもうすぐですみたいなあなたにとっての願ってたあの答えがねもう少しで叶うよっていうな,なんかねうん 本当にあともうちょっとであなたにとってのこう幸運な時期に入っていくよっていう感じが出ています。なんか来週から本格的に、うん、特に恋愛の流れかなが良くなっていくような気がする。まあ、今回ね今週あの人のカードが出ていなかったので。 でもその分はちょっとねライバルだったりとかそういう人のカードがたくさん出ててこう大きな進展っていうのは、まあ、このね辺りのカードを見てもまだあの人自身が余裕がないのかなっていう気がしたんですね。ででも来来週週以以降降このの、ね、希望がが持ててるカードが出ていたので来週以降何か 大きな動きがあるのかなっていう感じがしています。まあ、今週のね、ラッキーカラーはこちらのグリーンということでよかったらあなたの生活に取り入れてみてください。うん、本当ね、このね、本当ここがね、本当もうちょっとだよって言ってるんですよね。うん、なのであのこう今週少し こう歯がゆかったりとかねこう体が疲れちゃったりとか何かこうあの人に連絡してもちょっと冷たい感じだったりとかそういうことがあるとしても今週はねそんなにね落ち込まなくて大丈夫来週以降を楽しみにしておいてくださいはいこれが2番のあなたへのメッセージですよかったら参考にしてみてください どうぞ素敵な1週間になりますように応援しておりますはいじゃあ3番の皆さんはお待たせしております今日はこちらねルノルマンカードをダブルで使っているので全部のカードが2枚ずつありますなのでね出るカードと、ま、出ないカード うん、より。こう象徴的な流れが。わかりやすいかなと思ってます。はい、じゃあ、引いていきます。はい、ファーストカード。 すごい。<laughs> はい、太陽です。 太陽。 まず最後の最後にねあなたのカードが出ましたそしてあなたから見たいわゆる異性ですねこうあなたから見たあの人、ね、そしてあなたから見た年上のあの人うーんこれねこちらがねほあ,のあなたのあの人だと ね、私はリーディングするんですけれどもこれねもしかしたらあなたのお父様とかうんかもしれないしもしかしたらこうあなたにこう2人の気になる人とかがねいる可能性もあるのかなってこちらが例えばあのご家族例えばご主人でこちらが例えば好きな人とか。 ね、恋人っていう可能性もあるのかなっていうこととあとすごいのが太陽がダブルで出てるんですよ太陽がダブルで出てあと月もダブルで出てるすごいそして家というカードもダブルで出ててうんいやー本当にすごいですようそしてねまあゆり ゆりも2枚出ていていあとね鳥鳥もね2枚あとワンちゃんもね2枚続けて出ていたりするのでなんかまずすごいぞっていうこととあとあなたがねあと子供のカードも2枚なんですよねそうそしてもしあなたがね赤ちゃんとかね,ねお子さんを望んでいるのであれば もうなんかここすごいですよねあ、もっとすごいなこう、こうこうすごいですねうーんなんかもうあなたの家になんかね、赤ちゃんっていう子喜びとか人によってはもしかしたらね養子をね手続きをするとかそういう人とかもいるかもしれないんだけどなんかあなたの家に これね、キー、ウィッシュカード。なんか、願いが叶うっていうカードなので、赤ちゃんっていうこととか、あとこう、ワンちゃんとかね、動物が、こうね、あなたの家族の仲間入りをする可能性もあるのかなっていう感じがしています。すっごいポジティブ。うん、すっごいポジティブで、そしてですね、うん あ,のまあ、あなたと例えばあの人の関係を見てもここにね「マ、まあ、っていうカードは出てはいるんだけれどもうんなんかね「マがねダブルでね出ているんだけどなんか乗り越えてこれね連絡。 コンスタントに取れていくのかなって感じはします。揺りが出てるから動きはねスローかもしれないんだけれども連絡とか会えるっていう形にはなっていくんじゃないかなって気がしますね。そしてうーんあの人自身、うん、なんかですね あの人の次の人次カードが無知、そして他のねあの異性のカードが出てるのでなんかこうあなたから見たらあの人があの、まあ、これをね、まあ、分かりやすく言うと、まあ、例えばこちらがあなたの恋人で例えばこちらがあなたの夫だとすると恋人がなんかねあなたの夫に こう嫉妬したりとか、うーん、なんかこう、距離がね、なんか近づきそうなんですよね。うん、それがね、少し、うん、こう、気にはなるかなとは思うんですけれども、うーん、な,なんかね、うん、もしかしたら行動をね、何か起こす可能性があるのかなって思ったりはしたけれども、 でもうーん、そうね、その、今週の流れをこう見てても、ラストにあなたがね、あなたがいわゆる釜、なんかね、一旦ちょっとこう、連絡を例えば断ち切るとかね、こう、そういう可能性、なんかそういうこう、トラブルが起こった時に、あなたの方が、あ、今は引かなきゃみたいな形で、なる、 出来事ももあるのかもしれないですうん多分ねあの人は、まあ、これをあなたの恋人とするとねなんかきっとねやっぱりこうあなたと一緒になりたいとか,なんか結婚したいとかこうそういう気持ちがすごく高まってきそうな気がするんですよね。うんこうあなたのことをこう大切に。 思ってる気持ちはなんかすごくすごく出てるのかなっていう感じでじゃあ今からここの月月火水木木金土日っていう流れをタロットと合わせて見ていきたいと思います。はい あなたの願いが叶います。よって、なんか今週今から1週間の流れなんかね。どんどんこう日がね。登るような感じで良くなっていきます。よっていう感じがねしています。そして火曜日すごい世界と子供うおー。なんかこの月間すごいですね。こう、あなたのなんか1番叶えたい願いとか。 再会とか出会いとか赤ちゃんのこととかなんかものすごく嬉しいことがあるんじゃないかなはいそして水曜日が「ワンドの九と「月」うん、嬉しい連絡が入るって出てますうんこれがねあのいやもうほんとねこのね月火水ってやっぱ奇跡なんですけどすごいんですけど。 うーも,うもう幸せですよ再会も出てるしロマンチックなデートとも出てるし赤ちゃんのこととも出てるなっていう感じではいそして木曜日が船とはい船とコインのキングのリバース、まあ、ここもね木曜日なので見ていきますゆりとはいコインのナイト うん、えっ、ー、とね木曜日なんですけれどもえっ、ー、とね調理があるお二人、うん、なんか思ったよりもねお相手様が少し忙しかったりしそうということと,、えー、ともしこの時こうご旅行とかに出発しようって思われてる方はですね 時間にかなり余裕を持っていた方が良さそうです。渋滞に巻き込まれるとかあと彗星も今逆行してるのでこういろんな遅延とかが考えられるような気がします。うでもね夜、うん、この木曜日の夜はこうなんかすごく楽しい感じがしています。はいそして金曜日が リリンングとマジシャンののバース。あーこの金曜日あこう例えば飲み会とか例えばお食事会とかそういうのが少しねリスケにうーなったりする可能性があるかもしれませんあの人との約束もね少しなんかこうずれたりとか遅れたりとか うん、でもねキャンセルじゃないんですよね、まあ、日程がねずれることとか時間が遅れることはあっても必ず、あのー、約束は守られると思いますはいそして土曜日が「ゆりとフール」あ失礼しましたこれがね花束花束でしたということはあ あのね、もしかしたら金曜日のリスケが土曜日になる可能性もあるしなんか土曜日で、ね、すごく個性的な人との出会いがあったりとか何かあなたとお相手様のこう新しい関係が始まったりとか、うん、あと今まで行ったことがない場所にデートに行かれるととても 楽しいのかなっていう感じがしていますはいそして日曜日が怒りとおおカップの銃すごーいなんかもうすごいですねこの1週間もうなんかね結婚とか幸せとか幸せがずーっと続くって出てますねやっぱりこうね月曜日の日が沈んだ後ぐらいから あなたの運気がブワーって上がってきそうなんですね。で、もう全体的にすっごくいいですよ。まあね、ダブル太陽も出て、ダブル星も出てっていう、なんかもうね、なんか幸せで、花束もね、2枚出てましたし、なんかすごくすごく、こう、あなたにとって幸せな一週間になるような気がしました。 うん、とてもいいですそしてはい、まあ、このねオフホワイトがあ,の、ね、あなたのラッキーカラーなんですけれども今週はあなたの夢がこう現実化してくるのかなーって、うん、なかなか表に出せなかったあなたの夢とか思いっていうのが今週はいよいよ願いが叶う。 そういう流れになっていくような気がしました素敵ですねはいこれが3番のあなたへのメッセージですよかったら参考にしてみてくださいとてもとても素敵な1週間になりそうですモーセ姫でした